パルシステムが目指したのは、農薬の心配がなく安全安心、えぐみがなく甘みがある、鮮度の条件を満たした人参を使って子どもたちに喜んでもらえるジュースを作ること。その理想の人参を見つけたのは、全国の人参生産量のおよそ4分の1を占める北海道、その中でも名産地として知られる十勝平野の音更町と富良野市。ここで育った人参は、あ、うまい。本当に締まってて甘くて美味しいです。十勝、特にその寒暖の差がやっぱりあると思うんで、やっぱ甘さがあるっていうのは一番大きいかと思います。こうして生まれたのが2009年に誕生したキャロットさん。パルシステムの本当の願いは、そんな産直人参だけでジュースを作ることでした。しかし、キャロットさんっていうのは安定的に売れ行きを伸ばしていってるので、私たちの原料供給がそれに追いつかなかったというのが実際のところです。供給しなければならないという責任感がやっぱり強いですね。人参の量で1100トン、本数で760万本とかですかもう果てしない数字ですよね、人参の量としては。産直化への挑戦は2013年にスタートし、最初の 20% から 40%、70%、そして今念願の産直 100% を実現。その安定供給を可能にしたのは、生産者と農協の連携プレーです。作業委託という形で、まあ、一農家としてはその畑を提供して、で農協さんで発種時期とか全部計画を立てて、あと収穫作業、発種作業、全部委託でその機械作業をこうやってやってくれるので、まあ、農家としては本当にそういうことがあるから人参を作付けできるっていうことが、自分で個人で機械を用意しなくていいので。人参っていう、まあ、ありふれた野菜かもしれないですけど、まあ、それを本当に生み出すために、まあ、春先から生産者農協が一丸となって一生懸命やっているっていうのは、もうこれはもう他の産地には負けないというチームワークがあるかなと僕は自負しております。なんて言うんだろう、いいものを取るのがもう本当に生きがいというか、もう取らないと生活していけないので。音更の人参はですね、いわゆるえぐみが少ないと思うんですよ。それこそ人参ジュースにした時に、まあ、相性はバッチリかと。えぐみがないという部分で支えている仕組みとして、収穫した作物はその日のうち、まあ、要は新鮮なうちに鮮化までしてしまうと。人参ってですね、温度が3度の温度になると、いわゆる人参自体の呼吸量が減って品質劣化が著しく止まるんですよ。なので水槽の中に入れたり、要は冷やす工程を挟みながら人参を鮮化して、いち早くその3度の温度まで下げてやることが、まあ、その鮮度を保つ秘訣といいますか。で最後は3度の低温庫、予冷庫で保管すると、まあ、これがまあ、フレッシュさを保つ秘訣かなと思います。富良野市でも安全安心の産直人参を生産しています。やっぱり人参の肌っていうのは敏感なん でこう見て分かるように、土がふかふかな状態でないと人参はいいものが取れないんで、有機物も入れてふかふかにした中で、土を作り上げていく。富良野の人参っていうのはやはり昼と夜の温度差が結構あるんで、まあ、糖度が他の道南だとかに比べたら数字で出すと1ぐらいは糖度が高くて美味しいと、臭みも少なく飲みやすいっていうところだと思います。音更富良野の産直人参、ジュースの原料には形が不揃いの規格外品もたくさん使われています。昔はね、堆肥場に持って行って腐らせて堆肥にするとか、ただそれじゃもったいないし、同じ人参でも絞ったりすれば中身の栄養は一緒なんでね、富良野農協はもう十何年前にジュース工場を整備して今絞ってる状況ですね。富良野と音更で収穫された人参は全てここ富良野の作住工場に集められます。できるだけ美味しいジュースを作るということで、ヘタ、青首の部分を
全て手作業でカットしております。規格外品を有効活用付加価値ということでやっておりますので、いろんな形がありますもんで、どうしても手作業にそこはこだわりとしてやらせていただいてます。我々の工場ではその安心安全というのがものすごくこだわっております。生産者の方には必ずこう栽培の農薬の履歴を提出いただいております。で、合わせましてうちの方でも多数の農薬検査、こういったものをやらせていただいております。で、最終的には1コンテナ1コンテナごとにこう生産者の選果日と生産者名が記載された札をつけていただいて、これをうちの工場で買っていると、何月何日に使った原料は誰々の生産者ですというのが全て分かるようになっております。皮を剥いた人参は熱湯でブランチング、茹で上がった人参は細かく破砕し遠心分離デカンターで搾汁します。農薬の回数も極めて最低限で済んでおりますので、本当に安心安全な原料を使わさせていただいております。農薬の心配がいらない安全安心でえぐみがない鮮度のいい人参だけを使った果汁野菜汁 100% ジュースキャロットさん、人参が苦手な子どもたちもごくごく飲める、これこそが贅沢な産直人参の美味しさなんです。飲む人も作る人もたくさんの笑顔がつながって贅沢なジュースができました。人参の美味しさ再発見、選び続けたい味がここにあります。